茹で上げた状態うどんは小麦粉を練って長く切ったある程度の幅と太さを持つ日本の麺またはその料理であるうどんとも書く細いものなどは冷麦そうめんと分けて称することが一般的ではあるが乾麺に関して太さによる規定がある以外は厳密な規定はない細い麺であっても稲庭うどんの例も存在し厚みの薄い麺も 基準を満たせば、乾麺については、岸麺、ひも皮も含まれる。ざるうどんと揚げ物手軽な庶民食、米飯の大用食として、また、祝いごとに際して振る舞われる、晴れの食物として、古くから日本全国で食べられてきた。地域によって、調理法や具材が異なる。麺を大きな鍋で茹で上げる場合には、鍋の周囲に引っ掛けた状態で茹でられる、よう。 金属製あるいは竹製で深いザル状の鉄砲ザルが用いられることも多い。共する器には、丼や、皿、ザル、鍋のほおけ、たらいなども用いられる。専門店以外にも、蕎麦も並行して提供する店舗があるほか、外食チェーン店などのメニューともなっている。また、麺の実の販売も、スーパーマーケットなどで、乾麺、茹で麺。 生麺の状態で行われており、カップ麺としても多くのメーカーが多様な種類を販売している。自動販売機による販売も行われており、カップ麺タイプだけでなく、完成された温かいものが出てくるタイプも存在する。発祥には、諸説あり定かではないが、時代順に並べると以下のようになる。いずれにせよ、江戸時代前期には、現代の形のものが、 全国的に普及して広く食べられるようになっていた。日本におけるうどんの文化は歴史的には蕎麦よりうどんの方が古い。また小麦の原産地は中央アジアから西アジアとされており小麦は米作に向かない地域で工作され発展している。門前蕎麦と同じく参拝者などに対する門前うどんとして古い歴史を持った社寺にまつわる 文化的なうどんが各地に存在している。主に関西で好まれ、蕎麦が好まれる関東ではあまり好まれないとされるが、蕎麦イコール東日本、うどんイコール西日本とするのは正しくない。江戸時代前期の江戸の主中においては、麺類としての蕎麦が普及しておらず、蕎麦柿などの形で食べられていた。蕎麦切りの元祖は新州蕎麦であり、蕎麦里の最古の記録は、 天正二年に、木曽の定かつで落成祝いに蕎麦切りを振る舞ったという、ものである。これが新州から、甲州街道や中仙道を通して、江戸に伝えられたものとされる。蕎麦切りが普及したのは、蕎麦と蕎麦屋が、独自の文化を育む母体となっていったこと。か気け防止のために例外にも、強い蕎麦が好まれたからである。そばは、江戸で広がっていった。一方で、 関東地方でも、武蔵野や群馬県を中心として、それぞれの名物である、武蔵野うどんや、水沢うどんをはじめとする専門店も多い。実際、2004年度のうどん生産量は、1位は、日本全国に向けて、宣伝をしている、さぬきうどんの香川県だが、2位は、埼玉県であり、群馬県もベスト5に入っている。これらの地域では、 二毛作による小麦栽培が盛んで、日常的な食事であり、かけうどんやつけ麺にして食べられることが多い。天正12年に大阪で砂場という蕎麦屋が開業した記録があるなど、近畿地方でも早い時期から蕎麦が食べられており、蕎麦切りも普及していった。近畿地方では蕎麦屋よりもうどん屋が多いが、京都では近隣の丹波地方で蕎麦作りが盛んだったため、 そば文化も根付いており、専門のそば屋も多い上に、ニシンそばは、京都の名物ともなっている。伊豆市そばをはじめとする近畿北部のそば文化は、江戸時代に、新州から導入されたものだという。サヌキ国を除く西日本の大部分の地域では、大阪や京都、福岡、鳴門など腰が弱めでつゆを吸いやすい、柔らかい麺が好まれている。また、関西では、 火薬ご飯と一緒に供することも多く、吸い物の感覚として好まれている。日本三大うどんという故障があるが、日本うどん学会によれば、これは特定の機関が認定したものではなく、それぞれの地域が独自に称しているに過ぎないとされる。参考までに以下の6種類が候補として挙げられている。香川県のさむきうどん、秋田県の稲庭うどん、長崎県の後藤うどん、 群馬県の水沢うどん、富山県の氷見うどん、愛知県のきしめん。小麦粉に2%から6%程度の塩を加えた生地から作られるのが一般的である。その理由は小麦粉のグルテンを引き締め生地の弾力性を増加させるためである。生地に加えた塩分の90%前後は茹でる間に麺から失われる。ごく少数ながら 塩を全く使わないで作られるものもある。小麦粉以外の炭水化物で作られるうどんもある。北海道くっちゃん町、ルスツ村では、第二次世界大戦中の食料不足時にジャガイモを原料にした、で粉うどんを再現して提供している。米粉が原料のうどん上面類については、ライスヌードル参照。日本の伝統的料理であるが、現代において、 使用される小麦の半分以上は、オーストラリア産スタンダードホワイトである。アストワットが年間76万トン程度が輸入されているのに対して、日本での小麦生産総量は、約80万トンで、中華麺や菓子向けなどを除いた、うどん用品種は8割強である。低ミロース、もちもちした食感といった特性を備えた。 うどん向け小麦も日本国内で相次ぎ開発、栽培されている。北ほなみ、あや、ひかり、きぬあかりが代表的品種である。乾麺については、日本のオリンきっの乾麺類品質表示基準にて、小麦粉に食塩と水を混ぜてよく練った生地を帯状に細く切って乾燥させる製法で機械にて、製造しているものは機械面に分類し、 長径が 1.7mm 以上に成形したものとしている。また、長径 1.3mm 以上 1.7mm 未満に成形したものは、冷や麦の基準でもあるが、それを満たしている場合、細うどんとも表示可能である。手延べうどんについては、小麦粉に食塩と水を混ぜてよく練った生地に、澱粉や食用油または小麦粉を塗り付けして、 よりをかけながら引き伸ばして、乾燥、熟成させる製法で、長径1.7ミ、mm、リメートル以上の丸棒状、または体状に成形し、手延べ干し面の日本の林輪規格の詳細を満たしている、ものが該当する。生麺、茹で麺などについては、製麺法を問わず、生麺類の表示に関する構成競争規約にて、この規約で、うどんとは平麺、冷麦、 そうめんその他名称の遺憾を問わず、小麦粉に水を加え練り上げた後製麺したもの、または製麺した後加工したものを言うとなっているため、この規約上、冷麦やそうめんも内包されており、競技では生麺、茹で麺タイプはうどんのみ存在するとも解釈できる。しかし、別項にて、一般消費者に誤認されない名称に変えることができるとなっているため、それにより、 ひや麦むぎや、そうめんの名を使用することも認められている。かつては、製法の違い、社会通年上も、細い麺の、細うどんと、ひや麦むぎは、明確に区別されていたが、現在では、うどんと、ひや麦むぎの名前の区別は、基準、規約に沿った上で取り扱う業者に委ねられているため、乾麺、生麺などにおいて曖昧となっている部分がある。 うどんの製麺風景一般的な製法には手打ちと手延べがある。製麺機による製造もこの二つの製法の中のいずれか、もしくは全工程を機械で行っているものである。腰とは柔らかくて聴力のある状態を言う。すなわち、身長度のこと。食感の硬いものを腰があるとご認識している場合が見受けられるが、間違いであり、歯で噛んだ際に、 弾力のあるものが腰である。サヌキうどんの場合、身長度が1.7倍、例えば5センチメートルのうどんを引っ張り8 5センチメートル以上切れずに伸びる状態を腰があるとしている。食品加工学研究者のミキ映像は腰を弾力性と粘りの両方がある状態と定義。小麦粉に水と塩を加えてこねると小麦粉に含まれる。 タンパク質の内弾力性に富むグルテニンと粘りが強いグリアジンが絡み合ってグルテンの網目構造となり腰を生み出すと分析している。さぬきうどんや稲庭うどんでは強い腰が求められるが関西や九州など腰が強くないものを好む地域、人も多い。多種多様な料理が作られている。料理方法や食べ方による名称分類と 上に乗せる具による名称分類が存在する。薬味や具は地域や店により様々なものが存在する。ざるうどんかけうどんつけ汁うどんかけうどん、そうどんうどんに入れた麺に熱いつゆをかけたもの。関東では薬味以外は入れず、具、種物を入れた場合それらはかけうどんとは呼ばれない。西日本ではそうどんと呼ばれ、とろろ昆布や薄切りのかまぼこなど何かしらの具材が 入ることが多い。また、つゆの香りを味わいたいときは、薄口醤油。つゆのコクを味わいたいときは、濃い口醤油を用いる。ざるうどんに茹でた麺を冷水で締めて、ざるなどの器に盛ったもの。つゆにつけて食べる。盛りうどんとも呼ばれるが、ざるそばと同様に刻みのりの有無で区別される場合も、ある。薬味は、東日本で多いわさびと西日本で多い生姜に対別される。 ぶっかけうどんに茹でた麺を湯切りして、器に盛り、生醤油や少量のつゆをかけて食べる。具は様々であり、具材名を冠して、肉ぶっかけなどと呼ばれることがある。釜揚げうどんに茹で上げた麺を水で締めない状態で、つゆにつけたり、生醤油を直接かけたりして食べる。麺に生卵を和えたものは、釜玉うどんと呼ばれる。また、 一度水で湿めた麺を湯に浸かった状態で供する。ものは、湯だめうどんという。漬け汁うどん茹でた麺を器に盛り、豚肉や、キノコなどを煮込んだ汁につけて食べる。漬けうどん、汁漬けうどんとも呼ばれる。煮込みうどんつゆの中で麺を煮込んだもの。焼きうどん麺を炒めて調理したもの。きつねうどんきつねうどん甘く煮た油揚げを乗せたもの。地域により、ケツネ、シノダとも呼ばれる。 近畿地方では、キツネイコール油揚げの乗ったもののことであるため、キツネうどんという表現はあまり用いられない。刻みうどん細く刻んで油抜きした薄揚げを乗せたもの。通常、薄揚げに味付けはされていない。近畿地方では、キツネとは別メニューとして供される。刻みうどんつきみうどんかけうどんに生卵を落としたもの。卵の卵白を、雲卵黄を月に見立てたことから、 月見と呼ぶ。夜空に見立てた海苔を敷く場合もある。山かけうどんやま芋などのすりおろしを乗せたもの。ぶっかけ、冷やしなどの種類もある。生卵や刻み海苔を乗せることも多い。地域によっては、とろろうどんとも呼ばれる。とじうどん、卵とじうどんともいう。丼の表面を半熟の卵でとじたもの。鶏肉も使用し親子丼の頭と同じものを乗せたものは、 親子うどんとも呼ぶ。天ぷらうどん天ぷらうどん天ぷら、あるいは、かき揚げを乗せたもの。特に断りのない限り、一般の蕎麦屋では、エビの天ぷら、立ち食い店では、かき揚げが用いられる。かき揚げを使用したものは、かき揚げうどんと呼ぶこともある。関西地方の立ち食い店では、具材のほとんど入らない、天ぷらと野菜中心のかき揚げの2種が用意されていることも多い。 また、さつま揚げを乗せたものを、天ぷらうどんと称する地域もある。たむきうどん地域により、大幅に具材が異なる。関東近郊では天かすを散らしたものを指し、京都においては、細切りの油揚げを乗せてから、くずあんをかけておろし生姜を添えたものを指し、石川県金沢市では、稲荷あんかけうどんとなる。大阪や北部九州では、灰からうどんと呼ぶが、 木や天かすを無料トッピングとして提供している店舗も多いため提供されたソウドンの選択肢の一つとして認識されている大阪や神戸などでタヌキといえば油揚げを乗せたそばを刺すのが一般的である力うどん力うどん餅が入ったもの他の具と組み合わされる場合も多い通常は焼き餅が乗せられることが多い近畿地方での呼び方の カチンうどん、カッチンうどんとは、餅を刺す女房言葉、おカチンから。火薬うどん、ごもくうどん、オカメうどん、種物、火薬と呼ばれる具を数種類入れたもの。具は、ナルト、ほうれん草、鶏肉など様々で、ごもくうどんとも呼ばれる。特に具の種類の多いものについては、東京や西日本の一部地域で、オカメうどんと呼ばれることもある。おかめうどんはもともとは、 東京のオーター案が発祥で本来は蕎麦のメニューであり、松茸や湯葉、かまぼこなどの具が、おかめの顔に見立てて配置されている。現在では、かまぼこ以外の具は省略されるか別の食材に置き換えられることが多い。具のことを、関西では、火薬と呼ぶことが多い。関東では具の入ったものを、種物と呼ぶ。しっぽくうどん蒸気の五目うどんに煮るが、地域によって具。 出汁など内容が異なる。香川、京都などに多く、山形にも、湿っぽくがなまったと推定される、すっぽくうどんがある。京都の湿っぽくうどんは、椎茸の煮付け、かまぼこ、湯葉、板部、山陽などを乗せたもの。香川では、冬のメニューともなっている。もともとは、江戸時代に、湿っぽく料理の影響を受けて、京阪地区で考案された、あんかけうどんつゆに、くずこや、 片栗粉などを入れ、とろみをつけたあんをかけたもの。京都では、細切りの油揚げを乗せて、くずあんをかけ、おろし生姜を添えたものを、たぬきうどんと呼ぶが、そこから油揚げを除いたもののことを、あんかけうどん呼ぶ。また、あんに溶き卵を混ぜたものを、けいらんうどんと呼ぶ。おだまきうどんおだまきうどん茶碗蒸しの材料に麺を入れたもの。うどん入り茶碗蒸しを、おだまき蒸しというのに対し、 こちらはあくまで麺が主体である。おだまきは、おだまきと、漢字で書かれることが多いが、玉が浅いと、空洞の玉のように巻いた様に似ていることから、おだまきと名付けられたという説もある。高価な品だったが、大正期までは、大阪で盛んに供された。しかし手間がかかることが嫌われ、現在では、正規のメニューに載せている店は、非常に稀である。カレーうどん。 和歌社知で提供されている、名古屋カレーうどんカレーうどん、カレー南蛮うどんと呼び、そばのカレー南蛮と同様の料理である。だし汁にカレー粉を加えて、カレー風味にしたものや、だし汁で伸ばした和風カレーをつゆとして用いたもの、あるいは茹でた麺にカレーライス用のカレーを直接ないし、温かい麺つゆと共にかけたものなど多彩である。全国的に一般的なものは、 カツオ節など、うどん全般に使用される、和風だしのつゆをベースに、カレー粉を溶き、片栗粉でとろみをつけたスープをうどんにかけたものが多い。発祥は、早稲田大学金傍のミササーンと言われ、昭和10年頃は、カレーライスより、盛んに食べられており、各社から、南蛮カレー粉が発売されていた。地域により具材、調理法が異なりバリエーションが多い。南蛮は、 鰹節などの出汁を使用し長ネギを入れたカレー風味のつゆを使用したものである。冷やしもあり、地方では名古屋カレーうどん、豊橋カレーうどんなど、町おこしのための独自料理となっているものも多い。鴨南蛮鶏南蛮柏うどん、南蛮の麺をうどんとしたもの。地域によっては鴨南蛮、鴨南蛮鴨南ん、ばという名前で、鶏肉が用いられる例もしばしば見られる。 白ネギの流通が少なかった西日本では、青ネギの斜め切りが用いられることも多い。肉丼肉、うどん肉、うどん牛肉、豚肉を甘辛く煮たものを具にしたもの。一例として、郷土料理の吉田のうどんでは主に馬肉を用いる。一般的には、薄切り肉を用いるが、北九州市では、ドキドキうどんと呼ばれる、牛頬肉、牛筋肉の角切りを用いた。 肉うどんが存在する。姫路ちゃんぽん焼きサラドンは、名称に、うどんとあるが、うどんを使用しない、麺料理である。小麦の生産される土壌、気候、醤油などの醸造業や、漁業などの地場産業、流通を担う商人などの存在により、その地域独特の郷土料理となっているもの、また村おこしの一環として、地域の名物となったものなど、様々な種類がある。 ジャガイモの一大生産地である北海道、養艇山麓で、昔から、農家の家庭食として、澱粉うどんなるものが食べられてきた。ジャガイモの澱粉と小麦粉などの配合を調整し、時間が経っても美味しく食べられるように改良されたもの。養艇山麓が、豪雪地帯であること、麺の見た目が雪を連想させる、半透明であることが、名前の由来である。 近年は独自のテレビ CM も制作され、道内外での知名度も高まってきている。北海道アショロ町産の地北小麦を使用したもの。他の一般的なうどんと比べると価格は高いが、他のうどんにはないツルツルとした喉越しと食感である。名前の由来は、地北千円線地域の俗称から。稲庭うどんは北県南部の手延べ製法の関面。 日本三大うどんの一つに数えられる。宮城県蔵王町で作られている。小麦は北海道産が使われている。麺に細かく刻んだ木を散らし、上に卵黄を乗せ、甘みのあるタレを使ってかき混ぜて食べる。山形県の郷土料理。茹でた麺に納豆やサバ缶などを混ぜて作ったタレを使って食べる。引きずりうどんとも呼ばれている。二毛作による。 粉食文化のある群馬県や埼玉県北部、秩父地方の麺の入った野菜煮込み料理。桐生うどん群馬県桐生市を中心とした地域で食べられているもので麺はやや太め。群馬県東部の東郷地方は小麦の産地であり桐生市周辺は製麺業が盛んである。ひも皮と呼ばれる幅広な麺も使用される。ザルうどんのほか キノコうどんとして食べられる。立林のうどん群馬県立林市は、日清製粉グループ本社の前身の、立林製粉発祥の地であり、東茂地方は、小麦の産地であることから、歴史的に、うどん食文化があった。1994年より、町おこしの観光資源として活用されている。乾麺が中心となっており、特徴としては、変わりうどんが多数あること。 水沢うどん群馬県渋川市加保町水沢特産。生地をこねてから伸ばすまでの間に熟成期間があり、コシがあるのが特徴。地うどん栃木県佐野市千葉における郷土料理で耳の形をした水豚のような会場の麺を使用する。埼玉県加須市で食べられ郷土料理で門前うどんでもある。冷汁うどん埼玉県秩父市など、埼玉市、川越市。 カゾシ周辺で、主に夏に食される、家庭料理ともなっている。漬け汁は、すりごまや味噌による味が主であり、他に野菜などを入れる。すりたてのごまを元とする方言で、すったて、つったてとも呼ぶ。武蔵野うどんかつての武蔵国地域を中心とした、伝統的料理。地ゴナを使った、ゴワゴワして、腰が強く黒っぽい麺が多い。かつては、 小麦の生産が多かったために広く作られ、食べられていた。この地域の休暇では、冠婚総菜には必ず出たという。一本うどん一本うどんは、通常のものと比べて、極めて太い麺を使用する。かつての江戸や京都、名古屋で存在していたが、製法が難しく途絶えていた。近年、埼玉県羽生市や京都で復活をさせ、名物としている。 静岡県豆の代表的なうどん。幅2.5センチメートルの形状で平たくもちもちの食感。鍋焼きうどんや創作うどんに利用される。山梨県全域で作られる郷土料理。かぼちゃや根菜類など季節野菜を主体とした味噌汁に生地に塩を練り込まず、腰を作らない状態で幅広に切った麺を打ち粉がついたままの生状態から入れて煮込む。 この調理法のために汁に、とろみがある。おやきや、お練りといった、粉色料理の範疇と捉えられており、一般には、うどんの範疇とは、認知されてはいない。シャボー島、シャボー島は、埼玉県深谷を中心とした、郷土料理。幅広の麺と、深谷ネギ、根菜類を使い、生麺の状態から煮込む。生麺から煮込むことで、適度な、とろみがある。 山梨県の宝刀との違いは、宝刀が味噌味であることに対し、醤油で味をつけることが特徴である。また、シャボー刀にはカボチャを入れないのが一般的である。2007年には、山梨県の宝刀に対してどちらが宝刀の本家であるかをかけ、対決を挑んでいる。愛知県の代表的な郷土料理で、麺の形状が平たい。 ひもかわうどん群馬県気流地域の代表的な郷土料理で麺の形状が平たい。麺の幅は5ミリメートルから15センチメートルを超えるものまで様々なものが存在する。山梨県富士吉田市で作られる郷土料理。非常に強い硬さと太さを特徴としており、すすれない、噛み切れないほどである。 煮干しや鰹節を出汁とした味噌あるいは醤油味の汁で食べる。キャベツと馬肉が入れられ、各店特製のすり種が用意されている。富士北陸の当地は、冷涼な気候と溶岩大地の地理的条件から稲作が困難で、水がかり麦による麦作が行われ、伝統的に粉食料理が食べられていた。長野県萩品郡坂木町周辺で作られる料理。 ネズミ大根という辛味の強い大根をすりおろした汁に信州味噌を溶かしたつゆにつけて食べる。長野県佐久地方の野菜やちくわや鶏肉などを入れた煮込み料理、おにこじを元にしており、味噌汁の上澄みを用いる。おかわりの麺をワからワに移して食べることをお製麺という。また、柄の長い竹かごで麺を茹でワに移しながら食べることをお当時という。 富山県氷見市で作られる手延べの細麺が特徴。加賀藩献上御用として半世紀より250年以上の歴史があり、秋田の稲庭と同様に油を塗らずに伸ばしていく。また、手打ちのように足踏みを行うのも特徴の一つである。石川県小松市で作られる祭麺で喉越しが特徴。加賀藩が名物として大名へ献上品としている歴史がある。 普通は足で踏んで練るところを特別に手で練り炭火で乾燥した。実際には生うどんが食されており明治以降昭和初期までは各店が自家製麺を作っており生麺と自家製出汁の相性が特徴であることが評判を呼んだ。復興させようと70店舗ほどで提供されている。名古屋を中心とした中京圏では冷やしうどんをコロと称し うどんを騎士麺に変えたものは、キシコロと称する。伊勢うどん三重県伊勢市周辺に伝わる、柔らかく茹でた極太の麺に黒く濃厚なタレを、絡めて食べる。軽うどん京都の家庭や店で食べられており、だしに強くこだわり、麺は、細い麺を腰がなくクタクタになるまで煮て、箸で麺を持ち上げると切れるくらいにするのが特徴。ただし、 それ以外決め事はなくお店で出されているものに、統一感がない。京阪神の店ではよく見られるメニュー。とろろ昆布あるいは、おぼろ昆布を乗せて供する。近畿では昆布を、昆布と呼ぶことが多く、メニューにおいても、昆布うどんではなく、昆布うどんと表記される。とろろうどん、おぼろうどんと呼ばれることもある。 酒造地帯である灘、伊佐都を中心とするエリアで、陶器限定で提供する店があり、酒かすを用いたかす汁ベースの料理。専門店よりも定食屋で多く見られるメニューである。かすうどん西日,日本で、特に大阪府南部の松原市、羽曳野市、藤井寺市などで食べられてきた。トッピングとして、細切れにした油かすが用いられ独特の風味がある。 2000年代に入ってからメインに提供するチェーン店が増えている。大阪市の新今宮駅周辺に見られるホルモンの煮込みを具材としたもの。牛の不和が主に用いられる。鴨型うどん、微中鴨型うどん、鴨川うどんとも呼ばれる岡山県浅口市鴨型町及びその周辺で作られる麺の名称で料理名ではない。この地域は 古くから手延べ乾麺の産地であり、手延べそうめんや手延べ冷麦と共に手延べうどんも製造されている。特に手延べうどん麺に関しては、生産量は日本一である。江戸時代、天領だった倉敷に来た大官に差し出されたものが、原型という説がある。江戸の蕎麦を由来とする汁であるため、さぬきなど他近辺地域のぶっかけうどんよりも濃く、甘みが強い汁で、 また具が多めである。古くからこの地で食べられていた郷土料理だったが、地元店が倉敷名物として売り出し、定着した。市のうどん岡山県倉敷市の玉島にある、総当州の名刹、円通寺の修行像が、江戸時代に食していた、一筋一腕の別称。広島県江田島市の郷土料理。大豆と昆布、鰹節を水に一晩漬けて、 出汁を取ったつゆを使い、出汁取りに使った大豆のほか椎茸、油揚げ、かまぼこなどの具を乗せる。徳島県鳴門市を中心に食べられている。半世時代から昭和後期までは塩田地帯として栄えたが、塩田での重労働を終えた人々向けに、こなれの良い食物として提供されたものとされていた。腰のほとんどない細麺で、出汁は煮干しなどを用いた、あっさりしたもの。 具は細かく刻んだ木、ちくわ、油揚げなど。市では、写真家の中野孝二が命名した、名ルうどんという呼称を使って、宣伝を行っている。徳島県北東部の淡路隣地区の郷土料理。茹で汁ごと大きなたらいに移し、漬け汁うどんと同じく漬け汁につけて食べる。香川県は、全国で、県民一人当たり消費量トップである。また人口は、 都道府県別で40位であるにもかかわらず、うどん用小麦粉使用量で2位の埼玉県の2倍以上の使用量で全国1位となっている。町おこしの一環で香川県をうどん県と呼ぶほど食文化に根付いた地域である。さぬきうどんと呼ばれていてトッピングや食べ方は多種多様であるが弾力のあるコシと滑らかな食感が特徴である。 香川県多度津町で食べられている。もともとは国鉄多度津工場の労働者向けに精肉店が作っていた鍋ホルモンの締めとして作られたのが始まりとされている。福岡の御母天うどん福岡、北九州、筑後方面で食べられている腰が弱めで柔らかいものが一般的。汁は昆布鰹節、ウルメ、サバ節、イリコ、アジコ。 顎等を使用し薄口醤油で仕上げる。具としては、マルテンやゴボテンが一般的である。薬味として、柚子胡椒が用意されている店も多い。この地方にはよもぎを練り込んだよもぎうどんの麺を供する店も多い。マルテンうどん福岡県を中心とした地域で食べられている。さつま揚げに類似する、魚のすり身を円形にして油で揚げた練り物が乗っている。 当地では揚げかまぼこ一般のことも、天ぷらと称することに由来する。九州地方では、天ぷらうどんのことを指す場合がある。ごぼう天うどん福岡県を中心にした地域で食べられている。笹が木ごぼうをかき揚げにした天ぷらが乗っているもので、九州北部地方の大半の店舗で扱っている。かうどんとすえのかうどん福岡県を中心とした九州北部では、 定番の鶏肉の出汁に鶏肉のそぼろを散らしたもの。特に駅弁のカシワ飯で有名な JR 九州、小倉駅から、折尾駅、博多駅を経て、都栖駅にかけての駅立ち具いうどん店では、カシワがトッピングされているものが、標準的である。大分県などでは鶏肉を煮付けたブロック状のものが、乗せられたものを指す。長崎県五島列島で産する乾麺。 厚めに丸く伸ばした生地を釜で渦巻き状に切り出した、後、そうめんや稲庭うどんのような手延べ製法で作られる。このため通常より、細麺で断面が丸いのが特徴。手延べの際に粉を振らず、後藤さんの椿油を使用しており、かすかにその香りがする。伸びにくいという特徴もあり、たっぷりのお湯で茹で上げた熱々の釜揚げうどんを、醤油やあご出汁のタレで食べる。 地獄滝が代表的な食べ方である。工房大師伝来を称するさぬきうどんに対し、後藤うどんは地理的に大陸から独自ルートで直接伝来したと言われる。長崎県で食べられている。出汁は当地で取れる顎で取るため、鰹出汁よりあっさりした味。長崎地方は古く、中国大陸との貿易の歴史があり、後藤で延べうどんや島原で延べそうめんに見られるように。 手延べ製法が受け継がれている。奈良時代の文献には、麦縄としてうどんが書かれており、これは、長崎の五島うどんや島原そうめんに見られる、手延べ製法と一致すると考えられる。ごまだし、うどん大分県の佐伯市発祥。焼いたエソ類などの魚の身ごま、醤油などを混ぜ、すりつぶして作られる、ごまだしと呼ぶものを湯に溶き、つゆとして用いる。 大分県で食べられている。弾力ある食感を生かし、きなこ餅のようにきなこをかけたものである。九州北部地域で食べられる、郷土料理。主に味噌仕立ての汁に、団子を平らに潰したものや、平たい麺が入る。大分では、団子汁、他の地域では、だご汁と呼ばれる。熊本市の郷土料理。南天の葉をすりつぶしてこした汁を小麦粉に加えた。 薄緑色のうどん。宮崎県日南市周辺の郷土料理である。太平洋戦争中の1940年代、主食不足の頃に大養食として食されていた。トビウオのすり身に小麦粉などを加えた麺を使い、出汁もトビウオの骨から取っている。当時のものとは違い、現代のものは、腰が強い。終戦後、長らく食されることはなかったが、 1980年に、魚料理の普及に努めていた日南漁協夫人部が、土地の老人からの話を聞いて再現し、復活させた。欧米などの日本食ブームによって、日本食レストランのみならず、レトルトや冷凍麺が、スーパーマーケット等で販売され始めており、家庭料理としても、一般的になりつつある。香港では、カラス冬麺と書いて、 広東語読みで、ウードンミンと発音する。香港の日本料理店で使われ始めた表記だが、現在では、中国大陸でも見かける表記となっている。他に、ウーロンメンという表記が使われる場合もあるが、これでは、読みが、ウーロンミンとなまる。ウーロンメンの表記は似た、発音の漢字を当てはめたものであり、ウーロン茶とは、何の関係もない。台湾では、ウーロンメン。 もしくはウーロンタンメンという名称で親しまれている。スープはやや現地化されているが、基本的には日本のものと大差はない。韓国では20世紀前半の日本統治時代に日本式のうどんが伝えられた。現在でも、の呼び名で知られ、韓国人の好きな日本料理の3番目に位置している。出汁に胡椒が入っているのが普通で、味は似て、火なるものが多い。一方、 釜山周辺では、日本と同様の出汁ベースのうどんが存在する。なお、朝鮮半島には、カルグクスという伝統的な小麦粉の手打ち麺がある。ベトナムのホイアンには、カオラウという小麦を原料とする、太紙麺の料理があり、17世紀前半の衆院選、貿易時代の伊勢商人が持ち込んだ、伊勢うどんをルーツとするという説がある。ハワイは、明治から、 昭和初期にかけて多くの日本人の移民先となっており、催眠と呼ばれる麺料理が存在する。現在では中華麺が用いられるが、出汁の味は明らかに和風であり、日本人を中心とした各国の移民たちの交流の中で形成されていった料理であると考えられている。パラオは第一次世界大戦の終結時から、 太平洋戦争終結時まで南洋朝として大日本帝国の委任統治を受けていた経緯からうどんと称する麺料理がある。日本のものと同様の醤油味だが沖縄そばの影響か汁は少なめでまた現地で入手しやすいスパゲッティの麺が使われている点に大きな特徴がある。2009年に日本を訪れた外国人旅行者を対象に 日本政府観光局が行った調査では、日本を訪れた外国人観光客が特に満足した食事のアンケートで、寿司、ラーメン、刺身、天ぷらに次いで5位であり、蕎麦は7位であった。蕎麦も提供している店舗では、麺の加工や茹での工程で蕎麦粉が付着する恐れがあり、蕎麦のアレルギー物質を摂取する可能性があるため、 その胸の注意表示を掲げる店舗もある。ありがとうございます。